DC Extended Universe マン・オブ・スティール・スーパーマンの映画作品、マン・オブ・スティール。マン・オブ・スティールは、ザック・スナイダー監督、クリストファー・ノーラン制作、原案、デビッド・エス・ゴイヤー原案、脚本による2013年公開のスーパーヒーロー映画。DC コミックスのアメリカンコミック、スーパーマンの実写映画作品。また、様々な、 DC コミックスの実写化映画作品を同一の世界観のクロスオーバー作品分として扱う DC エクステンデッドユニバースシリーズの第一作品目の映画でもある DC コミックスのアメリカンコミックスーパーマンの実写映画作品物語の始まりから新たに描くリブート作品として制作されているためシリーズの第一作目となる スーパーマンシリーズを含めた通算では、第6作品目の映画となる。スーパーマン役は、ヘンリー・カビル、ロイス・レイン役は、エイミー・アダムス、ゾッド・将軍役は、マイケル・シャノン、ジョナサンとマーサ・ケント夫妻役は、ケビン・コスナーとダイアン・レイン、ペリー・ホワイト役は、ローレンス・フィッシュ・バーン、ジョーエル役は、ラッセル・クロウが務めた。本作により、 DC コミックスのキャラクターたちのシェアードワールドが構築される。企画は2008年にワーナーブラザースがコミックライター、映画脚本家、監督から意見を求めリブートする方針となった。ダークナイトライジングの構想中にゴイヤーがノーランにアイデアを持ちかけて企画が進み、2010年10月にスナイダーが監督に就任した。 主要撮影は2011年8月にイリノイ州ウエストシカゴで開始され、他にプラノやカナダのブリティッシュコロンビア州バンクーバーでも行われた。2013年6月10日にニューヨークでプレミア上映が行われた。一般公開は6月14日より開始され、3D 及び IMAX 方式でも上映された。本作の続編として、 バットマン VS スーパーマンジャスティスの誕生がある。地球から遠く離れた惑星クリプトン。科学や文明が発達し人工生育が常識であるクリプトンで、ジョエルとララロー版の間に、この惑星で数百年ぶりの自然出産でカルエルが生まれた。一方で、クリプトン星は資源の過度な採掘によってエネルギーが枯渇し、爆発する直前まで追い込まれていた。 クリプトンの元老院に対して、ゾッド将軍がクーデターを起こす。ゾッド将軍は、ジョエルに協力を要請するが、ジョエルは拒否し、ジェネシス・チェンバーの中心部にあるコデックスを奪う。コデックスを、カルエルに一体化させ黄色い太陽が回る赤い惑星に送り、クリプトン人を再生させるのが、ジョエルの狙いだった。カルエルに、エルケの紋章が刻まれた、コマンドキーを渡し、 地球に向けて宇宙船のポッドに乗せて発射させる。その直後、隙を突かれジョーエルは、ゾッド将軍に視察されてしまう。クーデターは鎮圧され、宇宙の墓場と呼ばれる、ファントムゾーンに300サイクルの刑に処されたが、クリプトンが滅んだことで、ゾッド将軍らは解放される。カルエルを乗せたポッドは地球に到着した。カンザスのジョナサン・ケントとマーサ・ケントが、 カルエルを見つけ、子供がいなかったケント夫妻は、カルエルに、クラーク・ケントと名付けて我が子のように育てる。幼少期のクラークは、自分の超能力を制御できず、変な奴だと同級生にいじめられていたが、マーサの教えで超能力をコントロールできるようになる。ジョナさんは、力を見せれば、お前の力を恐れる人々も出てくる。むやみに力を見せるなと悟し。 クラーク・ケントが乗っていた宇宙船のポッドとエルケの紋章が刻まれたコマンドキーを渡しお前の出生の秘密を突き止めるのがお前の使命なんだと語ったクラークは自分の出生を知るために名前や経歴を偽り一人で各地を旅する生活を送るバーで働いていた際に軍が 氷の下に埋まっている謎の物体を発見したらしいという噂を知り現場に向かいそこで巨大な宇宙船を見つける同じく謎の物体についてデイリープラネット新聞社のロイス・レインは現場のハーディ大佐に取材に来ていたその夜薄着で氷山を登るクラークを見たロイスはその後を追い宇宙船の警備システムに襲われていたところをクラークに助けられるロイスは この一件を記事にするが、上司のペリー・ホワイトから相手にされず、独自に調査を、はじめついに、クラークと再会する。クラークが見つけた、宇宙船にコマンドキーをはめて起動させると、ジップのジョエルの意識がプログラムとして残存しており、クラークの出生を話す。ホログラムのジョエルはクラークにスーツを渡し、自分の力の限界を確かめろと言った。クラークはまさに、 久しぶりに会い、自分の故郷が分かったと告げ、二人は喜びを分かち合う。その夜、ニュースで地球に巨大な宇宙船が飛来したと報じられる。世界中の電波がジャックされ、ゾッド将軍は我々の仲間が一人紛れ込んでいる。24時間以内に引き渡さないと、お前たちに災いが及ぶと脅す。クラークは自分ができる限りのことで地球を助けようと。 ゾッド将軍に投降することを決める。ゾッド将軍はクラークにこれまでの経緯を説明する。しかし惑星を改造するワールドエンジンやジェネシスチェンバーを使い地球を第二のクリプトンにするべくゾッド将軍が人類を滅亡させるためにやってきたことを知りクラークは地球を守るため立ち上がる。ゾッド将軍はクリプトンの未来がかかっていると説得するがクラークが ジェネシス・チェンバーとワールドエンジンを破壊したことで、クリプトンの再興は不可能になってしまう。ゾッド将軍はクラークを恨み、地球人を皆殺しにすることを宣伝する。クラークとゾッド将軍はメトロポリスで大規模な紫外線を繰り広げ、クラークはゾッド将軍を駅のホールで取り押さえる。ゾッド将軍が最後の抵抗に目から熱戦を放ち無関係な家族を、 殺そうとしたため、クラークは、ぞっと将軍の首の骨を折って殺す。クラークは彼を殺した怒りや悲しみが混じった叫びを、上げて倒れ込み、ロイスに抱きかかえられる。マーサと共に、ジョナサンの墓参りをしたクラークは思い出に浸りながら、マーサに、世界中の情報が集まっている場所で働きたいと、言った。クラークは変装して、 デイリープラネット新聞社に記者として入社する。2013年のタオルミーナフィルムフェストに出席したキャスト。2008年6月、ワーナーブラザースはいかにして趣味よくスーパーマンの映画シリーズを再開するかをコミックライター、映画脚本家、監督から意見を求めていた。私は彼らにそれはそれほど悪くないと言った。スーパーマンリターンズは ちょうどアンリーの、ハルクのような扱いだと、コミックライターのマークウェイドは説明した。観客は、あなた方を許し、フランチャイズをやり直させてくれるのだと、インクレディブル・ハルクは証明したのだ。また、コミックライターのグラント・モリソン、ジェフ・ジョーンズ、ブラッド・メルツァーらは、リブートのためのアイデアをそれぞれ売り込んだ。モリソンのアイデアは、彼の作品オール、スター・スーパーマンと、 類似したものであった。また、マーク・ミラーは、マッシュー・ボーンと組み、合計8時間に及ぶ、スーパーマン3部作を、ロード・オブ・ザー・リング3部作のように、年に1本ずつ、公開する企画を立てていた。ミラーによるとそれは、ゴッド・ファーザー3部作のように、スーパーマンの生涯を綴ったものになり、1000年前の、クリプトン星から始まり、太陽が超新星となって、 スーパーマンが力を失う最後が描かれるというものであった。2008年8月、ワーナーブラザース社長のジェフラビノフはシリーズのリブートを示唆した。彼は2010年から2011年に新作を公開する計画があることを明かし、2006年にスーパーマンがヒットしていたら、続編は2009年のクリスマスには公開されていた。 現在、今までの全てのバットマンとスーパーマンの映画とも関係がない新しいスーパーマンを計画中だと説明した。ポール・リビッツはインタビューでバットマンがスーパーマンのリブートの鍵を握っていることを明かした。2009年2月以前にスーパーマン、フライバイを監督する予定であったマック・ジーがスーパーマンへの復帰に興味を示した。 2009年8月、ジェリー・シーゲルの遺族に対し、スーパーマンの創造の権利とシーゲルのアクションコミックス、一における、著作権を認める判決が下った。さらに裁判所は、ワーナーブラザースが、これまでの映画のロイヤリティ料を支払っていないとし、2011年までに、スーパーマンの映画を、制作開始できない場合、シーゲルとシャスターの遺族は、 損害賠償を求めることができる判決を下した。2008年にダークナイトライジングのストーリーの議論をしている際、デビッド・ S ・ゴイヤーはクリストファー・ノーランにどのようにして現代的文脈でスーパーマンを提示するか考えを述べた。ゴイヤーのコンセプトに感銘を受けたノーランはスタジオにアイデアを売り込み、そしてダークナイトの諸行。 批評的成功を受け、スタジオはノーランを制作者、ゴイヤーを脚本家として雇った。ノーランは、リチャード・ドナー版と、スーパーマン・リターンズをつなげた、ブライアン・シンガーの仕事を称賛したが、新しい映画は、前のシリーズとは、少しの関係もないと述べた。ワーナー・ブラザース・ピクチャーズグループのジェフ・ロビノフ社長は、エンターテインメント・ウィークリー市場にて、 DC コミック映画の計画について映画がどのように進んでいくかトーンが設定してある。それは間違いなく第一歩であると語った。計画では本作に他のスーパーヒーローへの言及があり、さらなる DC ユニバースの可能性がほのめかされる。ギレルモ・デルトロに監督のオファーが来たものの、彼は狂気山脈の映画化に取り組んでいたために断り、 また、ロバート・ゼメキスにも声がかかった。さらにダーレン・アロノフスキー、ダンカン・ジョーンズ、ジョナサン・リーベスマン、マット・リーブス、ドニー・スコットが監督候補に上がったが、2010年10月、ザック・スナイダーに決定した。キャスティングは、同年11月より開始された。ザック・スナイダーは映画の中で、ブースター・ゴールドとバットマンを参照し、 DC Extended Universe の可能性を示した。ゾットが衛星を破壊した際、Wayne Enterprise ンンという単語がスクロールされた。2011年8月1日より、デュパージュ空港付近の工業公園で、オータム・フロストというコードネームの下で主要撮影が始まった。ザックス・スナイダーは、フォーマットの技術的な制限により、 3D 映画として撮影することに難色を示し、代わりにポストプロダクション時に 3D 変化にし、2D、3D、IMAX3D で公開する道を選んだ。スナイバーはまたデジタル撮影ではなくフィルム撮影を選んだ。撮影期間は2ヶ月から3ヶ月であると予想された。8月22日から29日には制作はプラノに移り、 9月7日から17日には、シカゴループで撮影された。その他のロケ地は、バンクーバーフィルムスタジオと、シカゴである。マイケル・シャノンへイのインタビューによると、撮影は2012年2月まで継続した。マン・オブ・スティールのスーパーマンの衣装は、ジム・アチソンとマイケル・ウィルキンソンによって、再デザインされたものが使われている。衣装では、従来のカラースキームと、 S, S のロゴは引き続き使われるが、暗いトーンとなり、これまでスーパーマンが着用していた赤いパンツもなくなった。スナイダーは衣装に関して、モダンエステティックだと述べている。彼とプロデューサーたちは、当初、赤いパンツ付きのスーツを考案していたが、映画のトーンと合うものをデザインすることができなかった。ために除去されることとなった。ゾッと将軍の鎧は、実際に着用すると、 かなりの重量となることが予想されたため、シャノンが自由に動けるように CGI で作成された。視覚効果は、ウェタデジタル、MPC、ダブルネガティブが手掛けた。当初ハンスジマーが音楽を手掛けるという噂が流れたが、彼はこれを否定した。しかしながら2012年6月、ジマーが映画音楽を作曲することが明らかとなった。制作サイドの意向で、 以前の作品たちとマイン・オブ・スティールを明確に区別するためにジョン・ウィリアムズによる有名なスーパーマンのテーマは本作では使われないと語っているが監督のザック・スナイダーはできれば今まで通りテーマを使いたいと語っており続編で可能であればこれまで通りにスーパーマンのテーマ使用すると語っている3本目の予告編で使われた音楽アンイディアル・オブ・ホープは サウンドトラックトラックに収録された曲 What are you going to do when you are not saving the world の短縮版であり2013年4月19日に公開された4月末2枚組デラックス版のトラックリストが発表されたサウンドトラック版は2013年6月11日に発売された2011年7月ワーナーブラザースと DC コミックスは 映画公式サイトで使うために、ドメイン名、manofsteel.com を獲得した。2012年11月20日のダークナイトライジングの DVD とブルーレイの発売の、サイ・ワーナーブラザースは、排他的な報酬を設置し、公式サイトでカウントダウンを開始した。12月3日、排他的な報酬の内容は、 マン・オブ・スティールのティーザーポスターであることが判明した。スーパーマンが逮捕されている姿を描いた。このポスターは、反響を得て、ストーリーに関する憶測をもたらした。12月10日、観覧車によって、オーディオ信号がデコードされるウェブサイト、dsrwproject.com が公開された。12月11日、デコードされたメッセージは、 新しい予告編公開に向けてカウントダウン中である別のウェブサイトへ導いた。映画公開を見越してマテルはムービーマスターズのアクションフィギュアを含む玩具を発売する。またレゴは映画の場面を元にしたセットを3種類発売し、ルービーズは子供及び大人向けの衣装やアクセサリーを発売する。本作はタイアップにより1億6000万ドル以上を得たと報じられている。 2013年8月28日時点で、ロッテントマトズでは287件のレビューで、支持率が55%であり、スーパーマンが大作ブロックバスター映画として復活するために、右翼曲折あったが、本作はそのために必要なアクション及びスペクタクルを提供したことで、スクリーンへの復活はほぼ成功したとまとめられた。メトクリティックでは47件のレビューで、 過重平均値は55,100となっている。シカゴサンタイムズのリチャード・ローパーは、スーパーマン映画としては、新しい部分が何もない。ユーモアや楽しみもほとんどないと酷評した。ボストングローブのダイバリーは、このスーパーマンサーガから欠けているものは明るく、ポップな場面だと評した。ワシントン・ポストのアン・フォーナディは、ハンス・ジマーの行々しい過剰な音楽、非常に、 不愉快な視聴体験と評した。ザ・デンバー・ポストのリサ・ケネディは、マン・オブ・スティールの主な問題点を、ストーリーと演出上のリズムとバランスであり、その結果、破壊的な誇張と、無様な説教の間で揺れ動く映画になったと、指摘した。イグノは10点満点中のスコア9.0を記録し、アクションシーン及びケビン・コスマー、ラッセル・クロウ、マイケル・シャノンの演技を称賛した。 タンパベイタイムズのスティーブ・パーサルは、マン・オブ・スティールは、アベンジャーズ9以上のエスケーピズムで、それは、唯一の我々が知ってると思った、スーパーヒーロー映画の芸術的イントロダクションだと、評した。日本の映画雑誌、映画秘宝が発表した2013年度の映画に、対する、ワーストランキング、秘宝は、臭いアワードでは2位と評価された。 2013年8月28日時点で、北、アメリカで2億9026万5876ドル、それ以外の国々で3億5950万ドル、6億4976万5876ドルを売り上げている。北、アメリカでは木曜末から深夜にかけての上映で、約2100万ドルを売り上げた。これは、ワーナーブラザースの作品としては、 ハリー・ポッターと死の秘宝パートに、ダークナイト・ライジングに次いで3位の成績である。また、秘俗編作品としては、歴代最高の深夜興行収入である。金曜には、約4405万ドルを売り上げ、木曜からと合わせると5605万ドルに達した。これは秘俗編作品としては、歴代2位、全作品では、歴代20位の初日興行収入である。 公開初週末では、約1億1310万ドルを売り上げたが、これは6月公開作品としては、トイストーリーさんの1億1030万ドルを抜いて、歴代最高、2013年公開作品としては、アイアンマンさんの1億7410万ドルに次ぐ、成績である。しかしながら2週目末の興行収入は、約65%下落した。 ボックスオフィスモジョはこれを異常に大きな下落と表し、グリーンランタンと比較された。マン・オブ・スティールは北米外では24カ国で公開が始まり、初週末には7330万ドルを売り上げ、そのうち420万ドルが79のアイマックス劇場での成績である。フィリピンでは公開初日に歴代最高となる162万4265ドルを売り上げた。 台湾では79万4742ドルを売り上げ、ワーナーブラザースの作品史上最高の公開初日、工業収入となった。イギリス、アイルランド、マルタでは初日の金曜に約560万ドル、初週末に1120万ポンドを売り上げた。これは2013年最大の初動成績である。北米外で最大の初動興業収入を上げたのは、 中国であり、木曜から日曜の4日間で2590万ドルであった。日本では、ワーナーブラザースホームエンターテイメントより、ブルーレイ、DVD が発売。2013年6月10日、監督のザック・スナイダーと脚本のデビッド・エス・ゴイヤーが、マイオブ・スティールの続編でも起用されることが発表された。ゴイヤーは、以前に、マイオブ・スティールとその続編、 そしてスーパーマンが登場するジャスティスリーグの映画の計3本分の契約を済ませていた。クリストファー・ノーランもまた本作より小さな役割ではあるものの再びプロデューサーを務めると報じられた。2013年6月16日、ウォール・ストリート・ジャーナルは続編の公開が2014年の予定であることを報じた。2013年7月20日、 コミコンインターナショナルでスナイダーは2015年にマイン・オブ・スティールの続編が公開され、映画史上初めてスーパーマンとバットマンの共演が実現することを明かした。ゴイアーとスナイダーが共同で原案を書き、ゴイアーが脚本化する。ノーランとエマ・トーマスはエグゼクティブプロデューサーを務める。またカビル、アダムス、レイン、フィッシュバーンは続投する。 スナイダーによると続編は、バットマン、ダークナイト・リターンズからインスピレーションを得た内容となる。ゴイヤーは、コミコンのスーパーマン75周年パネルに登場し、スーパーマンとバットマンが直面する続編のタイトルは、スーパーマン VS バットマン、または、バットマン VS スーパーマンが検討中であることを明かした。撮影は2014より、 オンタリオ州トロントで行われる予定である。2013年8月22日、ハリウッドリポーターは、ベン・アフレックが、バットマン役にキャスティングされ、公開日は2015年7月17日になることを、報じた。本作でもバットマンの登場を見据えた演出が、存在している。クライマックスのゾッド将軍との戦いのシーンで、人工衛星が登場するが、その機体に、 W のロゴが描かれている。これは、ブルース・ウェインの会社ウェイン産業のものである。また、その前のビル内のシーンでは、キープカームコールバットマンというメッセージの入ったポスターが一瞬登場している。ありがとうございます。